はい、こんにちは、高橋です。今日はですね、起業した方がいいのか、それともサラリーマンでいた方がいいのか、まあね、こんなお話を少し、させてもらいたいなと思って動画を撮っています。で、まあ、なんかね、今日はね、ふとそんなことを思ったんですよ。僕のこうチャンネルをね、見てくださってる視聴者さんたちって、まあ、どういう方が多いのかなとかっていうのをなんとなくちょっとこう想像してたというか、まあ、考えたりしていて、でそんなことを考えながらですね、なんか思っていたら、ちょっとこんな動画撮りたいなと思って、まあ、動画を撮り始めたんですけれど、どうなんですかね、皆さんね、さっきね、この今動画をもう撮影する前に、 YouTube ってさ、コミュニティタブって知ってます？皆さん、ちょっと待って、これ今僕の YouTube チャンネル映してるんですけれど、ここのさ、これ普通にチャンネルのトップのとこね、ここのさ、ホーム動画再生リストコミュニティって、ここにコミュニティってあるんですけれど、でここをね、ポチって押すと、こんなのがこう出てくるんですよ。で、ここの一番上のところに、こうアンケート機能みたいなのが、これ今、これアンケートってあるんだけれど、これを使ってさっきね、作ってみたんですよ。今回はシンプルな質問させてください。あなたは現在起業したいと思いますか？みたいな。で、皆さん多分ここにピッピッピッとか押してもらうと、これがビュンビュンビュンとこうなんかね、グラフでこう伸びていくんですけれど、今のところ6人ぐらいの方が何か入れてくれてるのかなみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。なのでちょっとこれ後でね、リンク貼っとくんで入れといてもらえればなと、備考欄にくっつけとくんで、もしお時間あったら。っていう感じで、まあ、なんか気になって、お、そうだ、アンケート機能を使ってちょっと撮ってみようかなみたいな、まあ、そんなこともね、やっていたんだけれど、まあ、今回のさ、コロナで、まあ、世の中いろんなことがあって、まあ、最近ちょっとこう通常モードに少しずつ戻りつつあるみたいなさ、まあ、そういうのもこうある中で、皆さんどう思ってんのかなみたいなね、なんか知りたいというか、すごく気になるというか、僕の話をすると、僕はね、まあ、これコロナだろうが、コロナじゃなかった頃だろうが、まあ、これからだろうが、やっぱり僕はね、独立をして会社をやっててめちゃくちゃ良かったなって思ってるんです。これはもう前から僕の YouTube チャンネル見てくださってる方々は、僕はそんなことばっかり言ってるっていうのを知ってくれてるんじゃないかなと思いますけれど、今回ね、そう、コロナになって、いや、起業して失敗したなって思う人たちも多分世の中にいっぱいいると思うんです。で、逆にね、サラリーマンやってて、なんかいろんなことがやっぱり今回のコロナがあって、いや、俺も起業したいなと思ってる人たちも中にはやっぱりいらっしゃると思うんですよ。だからその人たちのその環境で、まあ、こうしたい、ああしたいってきっとね、思うことも多分いっぱいあるんじゃないかなとは思うんですけれど、僕の場合は今も以前も昔もあとこれからも、やっぱり自分で会社やってよかったなって本当に思ってるんです。本当にもう、じゃあみんながでもさ、本当にそれ会社やって幸せになれるかって、それはだからちょっと分かんないですよ。やっぱりさ、みんながやったからって言って全員うまくいく話じゃないし、だけどやって、その中のさ、いっぱい100人なのか1000人なのか分かんないけれど、俺も会社やってみます、起業してみますってバーッとこうやってやった中で、その中の1人なのか2人なのか、まあそれなりになんとなくこう形になっていく人たちっていうのが多分ポツポツってこういるわけですよ。そこの中にもし入れたとしたら、すげえ楽しい人生が僕ね、待っていると、心の底から思ってます。だって自由ですもん、本当に自由気ままに、もう好きなことやって、本当に僕のこの YouTube チャンネルのさ、タイトルのところにもこう書いてありますけれど、好きな仕事で稼ぎながら楽しく自由に生きるみたいなね、もう本当にこればっかりを目指して、なんかお仕事人になってからって
やってきてるんじゃないかなと僕は思うんですけれど、仕事僕大学行ってないですから、でそこから仕事スタートしてだもう二十何年とかね、5年とかさ6年とか7年とかなんかもうそのぐらい経つんですけれど、ずっとそうやって思ってた。とにかく嫌いな仕事はやりたくないと。お金を稼ぐためだけに嫌いな仕事って過去でも何度も経験してるんです。でそれがね本当に辛かった、嫌でした。だからね、まずそもそも暮らすために嫌なことはやりたくない。これはもうねもう本当に心の底からそれも思ってます。だけど好きな仕事だからって言って本当にさ暮らしていけるぐらいのお金を稼げなかったらそれもそれでね、どうなのかなって思ったりもします。当時はねなんかそんなのも思ったりしたかな。なんか好きなことやっててお金なんかなくたって、いやでもね今からね20年ぐらい前かな、なんかねそんなねちょっとね弱音モードになった時が僕ね人生の中で一度だけあるかな。15年とかだから起業するちょっと前とかな時、30歳手前ぐらいの時かな。やっぱりどうしたらいいのかなこの先って悩んすごく悩んだのが僕ね20代の後半ぐらいなんですよ。その時にね一瞬もうね超なんかこう誰もいないようなところのちょっとど田舎になんかこう引っ越しをもうね身を移してで静かにしっぽり暮らしていこうかなみたいな、なんかさそれこそね好きな仕事じゃないんですよ。嫌いな仕事だ。例えばねごめんなさいね農家の人とかそういう人たちのことをなんかこうディスるようなそんなつもりじゃないんですよ。ただ当時そのね僕が15年6年20代の後半に思ってたのはもうなんていうのほら、自分でそういう畑仕事みたいなことやって流行ってるじゃないですか。なんていうんでしたっけそういう自給自足みたいな生活ね。そんなような感じの仕事をもうして自分が食えるだけのなんかねとりあえず状態を大きくだからそれも農家とかそういうのもうわーってやろうとかそういうの一切ない。とにかく自分が生きていくだけの何かそのなんかこうさもうね食料だけあって、まあ、とりあえず住まいがまあなんとなく雨風をしのげるところがあってみたいなさ。でその頃なんてだから家族をねなんかこう作るとか持つとかあの頃ってなんかこう心が病んでたのかもしれないですね。ある意味20代のねだから後半ですよ。30手前ぐらいの時、僕30歳ぐらいの時に結婚してますからなんかそのぐらいの時って本気でやっぱりこうもう首都圏脱出してなんかしっぽりこう生きようみたいな思ってたことがある。だからそれ僕やんなくてよかったなと思ってるんですけど今はね本当に思ってますよ。本気でやろうと思ってたんだから僕それもう疲れちゃったのかなあの時って。もしかしたらね。だからね嫌いな仕事はそもそも絶対嫌だけれど好きな仕事で、そしてやっぱり稼ぎながらっていうのが、そしてこの YouTube の僕のねあの看板のところにもあるように楽しくそして自由に生きる、これがねやっぱり一番なんていうのかな楽しいことというか素敵なことというか僕の中ではねみたいな感じなんですよ。それを実現するためにはサラリーマンでは僕の中では無理だったんです。無理だった。やっぱりね会社をやって自由気ままにこうなんかこう生きながらそしてお金もそこそこ稼ぎながらみたいなそんな生活スタイル、まあ、ライフスタイルが僕のには僕自身にはこうすごく合っていたんですけれど、まあ、絶対そうだなと思ってたサラリーマンの頃から。もうこうなんかさ束縛されるというかね会社にあの組織の中で生きていくとかさそういうのがもう本当に病気なんじゃないかなっていうぐらい苦手なんで、病気なのかもしれないねもしかしたら。本当にね子供の頃からねそうかもしれないね本当に苦手なのよ。なんかこう
ガーッとこうルールの中でさ、こうしなさいああしなさいって言ってこうなんかさ生きていかなきゃいけないのがもう本当にね、もうストレスでしかない。だからやっぱりね、そのもう組織ルールの中から飛び出して自分でやりたいように思いっきり羽伸ばしてね、やりたい、生きていきたい、稼ぎたいみたいなね。で僕はそれですごく合ってたんだけれど、皆さんはどうなのかなみたいなね。あとはさ、さっきのそのアンケートのところにもあるけれど、あのアンケートにね、起業したいと思ってる、そしてサラリーマンのままでいいと思ってる、そしてサラリーマンをしながら副業はしたいと思ってるみたいなさ、ちょっと今これもう一回更新してみようかな。あ、ちょっと増えてるね。うん、どうなんだろうね、わかんないけれどさ、なんか副業したいと思ってるなんていうのもさ、僕もう一番最初サラリーマン時代からもう副業なんてもういっぱいやってたから、副業とともに生きてきたようなもんですから、そういう気持ちもね、すっごくわかるの、すごいわかるので、それもどれだけ大変かとかね、まあ、大変じゃないやり方も今だったらわかるんだけれど、すっごいねわかるんですよ。だから皆さんはどうなのかなみたいなね、どうなんでしょうかね。まあでも自分のことはきっと自分が一番知ってるでしょうから、雇われててグンっていく力を発揮できる人たちも僕は何人も知ってます。そういう人たちはそういう人たちで、それが自分が一番パフォーマンスしやすい、なんていうのかな、人間なんだって自分でね分かってる人たちってやっぱりグンっていく。でもそれが僕はね無理だって思ってた人、あとはそもそもまあ雇われてる世界だろうがなんだろうが、まあそこそこで別にいいやみたいなね、なんかルールだってなんとなく生きてればいいしみたいな、お金もまあなんとなく会社からお給料いただければいいしみたいなね、まあ、そんな風に思ってる方も中には結構もしかしたらねたくさんいらっしゃるかもしれないし、わかんないんだけれどみたいなね、まあなんかご参考にしてくださいみたいな感じでもなくなっちゃってる話なんですけれど、オチがないというかね、なきゃださどう思ってんのかなみたいなね、まあ、そんな動画でした。まあ、ご参考にしてくださいというか、なんかアンケートを入れてみてください。そしたらまたそれに対して見させていただいて、またちょっとね次回の動画そういう話のもどんどんやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では